ミリボイエ・ノバコビッチは、スロベニア・リュブリャナ出身の元サッカー選手。元スロベニア代表。ポジションはフォワード。ユース時代は、母国の NK オリンピア・リュブリャナの下部組織に在籍し、2002年にアスク・フォイツベルクに移籍した。2005から06シーズンに在籍したブルガリアのリテックス・ロベチでは16得点で得点王のタイトルを獲得し、同シーズンには UEFA カップでベスト32に入った。ドイツの1、FC ケルン、イスラエルのベータル・エルサレム FC、ブルガリアチャンピオンのレフスキ・ソフィアが彼に興味を示し、2006年夏にブンデスリーガに降格したばかりのケルンに150万ユーロの移籍金で移籍した。移籍1年目の2006から07シーズンこそ10得点だったものの、2007から08シーズンにはパトリック・ヘルメスとのコンビで37得点を量産。自身は20得点を挙げて2、ブンデスリーガの得点王に輝いた。このシーズン、ケルンはボルシア・メンヒエングラートバッハ、ホッフェンハイムに次ぐ3位となり、3シーズンぶりの一部昇格を果たした。2008年9月12日、クリストフ・ダウム監督は、ノバコビッチを主将に指名した。2008から09シーズンは16得点を決めて、チームを引っ張った。2010 FIFA ワールドカップ予選では、スロバキア戦やポーランド戦など、計4試合で5得点し、スロベニアのグループ2位とプレーオフ進出に貢献した。プレーオフのロシア戦では2戦ともに、トップ下で、先発出場し、アウェーゴール差での本大会進出を決めた。2010、11シーズンのブンデスリーガでは、マリオ・ゴメス、パピス・シセに次ぐ、リーグ3位となる17得点を挙げた。2012年2月13日、クラブでの活動に専念するために、スロベニア代表からの引退を発表したが、後に復帰。2011、12シーズンは故障もあり5得点に終わる。チームは最終節を残して16位と入れ替え戦圏内だったが、バイエルン・ミュンヘンとのホームゲームを 1-4 で落とし、逆にこの日ホッフェンハイムに3-1で勝利したヘルタ、ベルリンに抜かれて17位に転落してしまい3期ぶりの降格が決定。なおこの試合で、ケルン唯一の得点を決めたのがノバコビッチだった。チームの降格を受けて8月1日、大宮アルディージャへ期限付き移籍。第22節の FC 東京戦で J1 初ゴール。第26節のコンサドーレ札幌戦では、クラブ J1 史上初となる、ハットトリックを達成。同じく夏に途中加入したズラタンと共に、チームの J1 残留に大きく貢献した。翌2013年は、開幕からチームを牽引して21戦無敗記録の樹立に貢献。チームと共に後半戦やや調子を崩すも、最終的に12得点を挙げる活躍を見せた。またこの年スロベニア代表の監督スレチコ・カタネッツからラブコールを受けて 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選で代表復帰。3月22日のアイスランド戦で代表復帰後初となる先制ゴールを挙げた。10月11日のノルウェー戦ではハットトリックを達成。6試合の出場で5得点の活躍を見せるもチームは3位に終わりに大会連続のワールドカップ出場はならなかった。2013年シーズン終了後にケルンから大宮への期限付き移籍期間が満了となり、2014年シーズンよりケルンから清水エスパルスへの完全移籍が決定する。チームは残留争いに巻き込まれる苦しいシーズンとなったが、リーグ戦全試合で先発出場し、チーム最多の13得点を挙げて、年間15位での J1 残留に貢献。カップ戦も含めて、年間19得点とチームの大黒柱としての活躍を見せた。2015年1月16日、名古屋グランパスへ完全移籍することが発表された。ゴール前のスペシャリストを欲した西野朗監督の強い要望を受けての移籍だったが、スタメンでの起用が少なく1年での退団が決まった。4年を過ごした日本について、夢のような場所で妻も戻りたがっているほど、アジアで最も落ち着いた環境でプレーできるのは J リーグ上位と下位が拮抗している欧州とは人々のメンタリティにかなり違いがある。一部残留争いをしていようとも、人々はプライベートでは放っといてくれる、礼儀正しく接する。プレッシャーは実質的に皆無だとの感想を述べている。2016年2月18日、NK、マリボルに完全移籍することが発表された。2017年6月10日に行われるワールドカップ欧州予選マルタ戦を最後に現役を引退することを発表し、そのマルタ戦に途中出場から得点も挙げた。ありがとうございます。